通常新しい曲に取り組む場合、バンドのメンバーはパート譜をもらってまず譜読みをします。でもその間指導者は何をしているのでしょう。意外に練習しておきなさいって言った後何もしない指導者が多いように思います。指導者自身がこの曲をやる意味、この音楽をやる目標、何をもってこの曲をやった意味をそこに見出すかということを常に確認しておく必要があります。はい、それでは実際に譜点が2つついた音符のリズムの練習をみんなでやってみましょう。1、2、3。楽譜を開いてすぐ曲のイメージがすぐ湧いてくればいいんですけども、なかなかそこまで時間もなかったりとかすることもありますので、その曲の音源をまず最初に探して楽譜を見ながら曲を聴くようにしています。吹奏楽はいろいろな楽器があっていろいろな音色があるのが魅力だと思うんですけども、やはり同じグループ、メロディーだったらメロディーでどんな楽器が一緒に演奏しているのかっていうのをこちらも譜面を読む必要がありますし、それを生徒にメンバーにも伝える必要があると思うんですよね。でその中でここはどのぐらいの音量で吹いてどのようにブレンドさせようかっていうのがそのバンドのサウンドになっていくと思いますので、赤と白をどのぐらい混ぜてどんなピンクを作るかというのがブレンドの作業だと思うんですが、そういうのを兼ねながらグループごとに取り出して合奏の中でどんどん練習を進めていくようにしています。主音の人誰、手挙げて。はい、はい、5音の人は3音、はい、ちょっと歌ってください。はい、指出して3音。はい、管楽器にとっては音を狙うという作業がものすごい大切で、ピアノのように音を弾けばその音が出るわけではありませんので、やはり頭の中にその音程がどれだけちゃんと持てるか、響きの感覚が持てるかというのがものすごい重要だと思うんですよね。ですので曲の中でももちろんそうですし、基本練習でもやっぱり声に出して歌うということが一番音程を狙うということに関しては一番効果があると思います。なるべく今日はこういうことをやるから、これに向けてパート練習で準備をしてきてくださいとか、これをやるからこれを準備してきなさいっていうように、勉強で言えば予習しやすいような状況で合奏に臨めるように指示を出していくっていう形になるかと思うんですが、なるべくその練習の流れが止まらないように無駄にならないように気をつけるように心がけています。